どうもしゅんです。こんにちは。男優歴21年、出演本数9300本、経験人数1万人、 AVI のしみけんです。ありがとうございます。ということで、今日は本当に出会って、うん、ちょっとしか経ってないんですけど、いや、なんか AV のタイトルみたいな感じで出会って何秒ね、はい、今日はしみけんさんの今主に就活系の動画を出してるんですけど、なるほど、しみけんさんのキャリアの歩み方というか、うん、そのしみけんさんの人生についてお聞き、今日はお聞きしたいなと思いまして参考なんでいいんじゃないの。いやいや、すごく参考になると思います。いい、そうですか。しみけんさんは、今のご職業に就かれて何年ぐらい経たれる、うん、21年ですね。21年、はい。じゃあ、大学卒業、大学の在学中、いやいや、もう浪人中。あ、浪人中。高校卒業、もう高校生の時に、はい、AV 男優になりたいってもう心に決めてたんで、卒業、はい、友達のね、卒業文集とかに俺将来の AV 男優になるって書いてたの。そうなんですね。で、卒業した翌日、4月2日かな、はい、にもう1個目の撮影があって、はい、まあ、それはゲイの撮影だったんだけどね、はい、でも進学校通ってたから、親も教育ママだったし、はい、親の手前、ヨゼミに通いながら AV 男優でバイトして食いつなぐっていう。すごい。で、まあまあ大学は入ったんだけども、はい、もうその時にはすでに AV 男優として仕事がちょろちょろ入ってくる時だったんで、うん、正直自分の歩む道も見えてたし、はい、大学に行って遊ぶよりも AV 業界で変わった人たちとこう接点持って揉まれてる方が人生の刺激があったから、はい、1回も行かずにもう辞めちゃったんだよね。あ、そうなんですね、うん、AV 男優になろうと思ったきっかけはやっぱりそういう欲が結構大きかったっていう。あ、欲も大きかったし、はい、自分のやりたいこととか居場所はここにあるんだなって思ったんです。僕なんかはね、はい、4歳からちょっと特殊性癖が、はい、4歳から4歳から特殊性癖があって、はい、まあうんこが食いてえと思ってたんですよ、4歳から。そうなんですね。でもさ、小さい子ながらそういうのはあんまり外に出しちゃいけないって思って、親とかにね叱られたりしてたんで、はい、出しちゃいけないと思ってね、もう本当の自分をこう閉じ込めた窮屈な青春時代を送ってたんですね、はい。でたまたま15歳の時に見た、本当は15歳見ちゃダメなんで、15歳の時に見たスカトロビデオ、糞尿家族ロビンソンっていうビデオがあるんだけど、それを見たら今まで我慢してたことが肯定されてた。ああ、ここに行ったら僕もこう跳ね伸ばせるなと。ああ、だからそれで無駄に大学在学中にマツコさんにそのアドバイスいただいたっていうのが、うん、そうそう、もともと男優になりたいっていう気持ちはあったんだけど、はい、なり方が分かんない。で、さっき言った卒業した4月2日に現場行ったんだけど、それはゲイの現場だったの、はい、で俺はもう AV の現場に行ってるもんだと思ってたんだけど、はい、AV の世界とゲイの世界と全然違う世界だった、うん、で、今日は男性とお仕事だったけど次は女性と絡みがあるかもしれないっていう感じで毎週、うん、毎回か仕事をしてたら、はい、そのマツコさんがその編集にいて、はい、お前のいる世界はゲイだから、うん、ちゃんと AV の世界に行きなさいって言ってくれたのがマツコさん。あ、そうなんですね。じゃあ一種のターニングポイントというか、あ、まあそこで教えてもらわなければ、はい、まあ AV 男優になってなかったかもしれない。一度も辞めようと思ったこととかはないんですか。あ、ないっすね。あ、そうなんですね。ないないない。結構ちょっとさ、体勢変えて、はい、こういう体勢で喋ってる。体勢、はい、大丈夫です、うん、多分ね、はい、見てる人はずっとね、はい、座ってるツーショットが飽きると思う。そうですね、ありがとうございます。はい、いいよ。あ、そうなんですね。じゃあ、その一度もやめようと思ったことはないというか、ずっと、はい、楽しく21年間仕事をされているっていう、まあ、まあ、そうで、しんどいこともあるけどね、うん、一日何件万本をこなされるっていうので、そう、体力的に辛いっていう部分もあんまりないんですね。あー、まあもちろんありましたよ、うん、あるけども、はい、もう楽しいが先行してたから、ね、そういう欲はもう常に4時間ごととかに、あ、そう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 、まあ食事、運動、睡眠をちゃんとやってると、はい、4時間経つとね、やっぱムラムラが来るよね。そのなんていうんですかね、根底にあるのは規則正しい生活とか鍛錬する毎日のトレーニングがあってこそですね。いやいや、もう本当そう、本当にこれはもう全人類に言えると思うんだけど、はい、やっぱね、根っこは真面目じゃないとダメだと思うんだよね。本当にしみけんさんのそのなんていうんですかね、様子というか、うん、
拝見させていただいて、もうめちゃくちゃもう精神、気持ちがもう超一流で、の上にあるのかな、あるのだなっていうのが感じしまって、うん、全然全然全然そう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 だと思います、うん、はい。シミケンさんのそのモチベーションっていうのは好きが根底にあると思うんですけど、うん、やっぱりその仕事を選ぶときとかっていうのはどういう点をその重視してる、うん、あ、もうそれは今日もそうなんだけど、はい、なんか面白そうだなって思うかどうか、あ、もうそこだけだから僕が今やってるモチベーションは、はい、だから Twitter とか YouTube とかさ、はい、インスタとかで、まあ俺はインスタやってないんだけど、まあ、周りのインスタグラマーがやって、はい、で、はい、若い世代の悩みがちょっと軽くなったりとかさ、うんうんうん、なんか元気もらいましたとか、そういう声がね、はい、まあ、嬉しいなと思ってる、本当に、てかめちゃくちゃ意義のあることだし、その一流 の, その男優さんとして本気でその道を貫いていくっていう姿勢に、ああ、その学生とかその僕らと同世代の人が勇気づけられてると思うので、ああ、もうすみません、ありがとうございます、めちゃめちゃ尊敬してます。いや、とんでもない、はい。その学生の時にシミケンさんがその悩んでいたこととかってありますか？学生の時に悩んだこと、就職とかは全く考えなかったんですか？は考えなかったね。あ、そうなんですね。もう最初からずっと決めてて、うそうそうそう、ね、なんだろう、もともと AV 男優になりたいっていうのもあったし、はい、ちょっとね、テレビ業界に興味があって、放送作家の仕事とかディレクターの仕事って何かやっぱ作りたいと思ってて、はい、でも就職って頭がなかったね。そうなん、うん、いや、でかって言ったら、なんだろうね、まあ、どっかしら自分のやりたいことは自分で決めるっていう気持ちはあったから、はい、なんか進学校行って周りがなんかいい大学行っていいってこう就職するっていうのは、はい、なんかクソくらいだっつって、もう中指折ったってって気分だったから、だから法政で、法政行って、でも法政もすごくいいと思います、ね、いや、もう1回も行かなかったから、あ、入学式さえも行かなかったからね。そう、高校もね、昭和修英って俺が入った時は偏差値76ぐらいあった、ね、高校のね、偏差値が、で、俺は中学入ってもうちょっと偏差値低かったんで、それでも60いくつはあったから、そうなんですね、うん、まあでも、良かったよ、いい学校は行っとくべきだなと思った、うん、なんでかっていうと、はい、進学校ってさ、例えばタバコとかさ、お酒とかってあんまやろうっていう環境下にならないんだよね。それはめちゃくちゃ良かった。あと優しい人が多かった。うん、からね、で同級生で、うん、まあ、裁判官になった人、はい、まあ、弁護士になった人、あと検事になった人、はい、とかで警察官もいて、俺がいるでしょ、はい、俺一人でなんか全部一個回れるんじゃねえかとかね、クラスで、その俺がすごいな、なんだろう、変なことして、はい、そいつ警察官に弁護されながら、はい、検事にこう休憩され、その、はい、裁かれるみたいな、うん、確かに。今後シミケンさんがやってみたいこととかってありますかね？やってみたいことはね、はい、新しいことへの挑戦です。まだ出会えてなくて、はい、まあ、人生今後、まあ、死ぬまで AV デビューは現役っていうのがあるんですよ、はい、やっぱり現場の前線に立ってないとその現場の人たちの気持ちって分かんないから、うん、まあ、前線には常に立っていたいのと、はい、なんだろうな、脳科学のことだったら茂木さん、魚のことだったらさかなクンさんみたいな感じで、はい、エロのことだったらシミケンみたいな感じで、はい、まあ、エロのことを発信していければっていうポジションは考えてます、ね、あ、もうでも形になりつつありますよね、めちゃくちゃ。あ、まあまあ、まだまだ、まあちょっと足りないところもあるから。いや、すごい、今後のご活躍をすごい、いやいや、本当にありがとうございます。ということで、ありがとうございました。はい、ということで今日の動画終わりです。チャンネル登録お願いします。どうも、じゃあな。そうですね。こんな感じで。ごまんごまん。ごまんごまん。はい、大丈夫です。いきます。はい、チーズ。ありがとうございます。